寝たら忘れ、なんか寝たら忘れれたというか、まあ一回忘れました。もちゃんは帰省してないです。お話し会、もちゃんの会場話、待ってる。昼まで、なんか、なんか10時半、いや11時ぐらいまでか、まあ昼か、11時ぐらい、10時半とかに起きてぼーってしてお昼食べたって感じだから、朝はなんか食べれなかった、寝てたからね。そうだね、昨日でもなんか家族で人生ゲームしてたから、夜が遅かったんですよ。まだ買えんだって1枚しか、いやそうだよね、そうだよね。だからもうちょっと今なんかね、今4月までお洋服考えて届いた、メール一応。そうなので、そうな、初詣行きました、今日お昼にちょこっとですが。コーデの面、そうですね、4月の2日までをコーデ送って、今来た、4月の2日まで送って、そう、なんか結構頑張ったっていうか、なんかね JK の後、ああそういえば私もスーツ着る年だと思って、そうなんですよ、下の写真。そう、なんか3月の終わりかなは制服、最後の制服、まあ最後っていうか現役では最後、そう制服は着ると思うけど、これからも、でも本物っていうか、その年齢的に本物の制服は最後なので、最後で4月は OL さん、新人 OL って書いて、で4月には春春コーデ、ちょうど4月になったから、そう大吉だったんで、大吉だったのだから、そう嬉しかった。なんちゃって制服はもう全然これからもするんですけど、袴持ってないよね。あと着るのが一人で着れる自信がないっていう、そうですね、スーツ嬉しい、よかった。もう私がスーツ着る年になるっていうのがちょっと変な感じがするけど、お願い事、お願い事叶うって書いてたと思う、なんか、ストーブつけてるけど顔に当たってくる、痛い。剣道部当時いないね。剣道部うちの学校あるんかなっていうか、なんか矢みたいなやつは買ってないけど、これ買ったんですよ私ですね。ちょっと待ってよ、よいしょ、お財布にねつけたんですよ、じゃんじゃじゃん、お守り、私猿なの。私猿なの、だから猿なの、猿年なの。何気が、なんかもう全体的になった気がする、もうなんかそう、本当はなんかもうなんかこういうキャラクターがついてないお守りを買おうとしたんだけど、
もうこれを見た瞬間にもう一目惚れしてこれにしました。ここにつけてます。ちゃんと毎日持ち歩いて、なんかいいこと、いいことっていうか、まあね、楽しめますようにっていっぱい。どこ、これ五穀神社に売ってましたよ。そうなんですよ。ちょっとメイク直し。そう。お姉ちゃん年女、髪型変えたら痛いだけ。でも最近巻いてなかったけど巻いたよ。もうだいぶふわふわなってるけどなと思う。生誕祭と聞いた、末吉だった、末吉だったけど。あ、そんなね、運試しぐらい。お姉ちゃんは、そうね、年女だね。確かうさぎちゃんだよ、うちのお姉ちゃん。おーちゃん、明けましておめでとうございます。おめでとう。今年もよろしくね。格闘トランプね、ほんと？ピさんと同い年。お姉ちゃん待って、誰と同い年な。サーヤンと同い年。サーヤンとマイティさん同い年かな。だったらそうだね、同い年か。じゃあそうだね、お姉ちゃんとマイティさんは同い年ですね。そう、1999年。そうね、毎年。姉ちゃんってみんなどう見える？大人っぽく見える？子供っぽく見える？私どっちにも見えるんだよね。なんか顔は私と同じ童顔ではあるけど、なんか雰囲気とか服装とか、まあ、身長も高いし大人っぽくも見えるし、可愛く見える？大人っぽいイメージ。なんかね、服とかも大人っぽいかったりするもんね。そこもあるかもしれない。あ、そうね、大人っぽく見える、大人っぽい感じが。あ、そうなんだ、似てるなって思うことある。なんか雰囲気似てるよねって言われること多くなったか。表情とかも似てると思うし、なんか自分たちじゃ顔は分かんないけど。大人っぽく見えとるんや。いいね。言うの忘れてた。そう、明日さ明日さあのさ、ショールームのさ、イベントのお礼配信してもいい？難しかった。でもあのメールとかにも紙は送ろうと思ってるんですけど、みんなが休みの日にしようかなみたいな。夜、最近似てるなって思う？時間は7時半から10時です。
なんかあの100位のから1位の方、貢献ランキングの1位から100位の方々のお名前とか書いていって、万が一間に合わなかったらまたもう1日とかになっちゃうかもしれないけど、ランキングね消えたよね自分もなんかでも一応なんか持ってるんだけど、ランキングは消えたよね。実際前消えなかったのに貢献ランキング消えたんよなんでって思ったもん。そうびっくりした。結構長いなんかカキカキしながらやろうかなと思ってて、ホワイトボードで何位から何位までの方お名前とサインとか、何位から何位までの方イラストとみたいな。あ、そうそう、ランキングなんかまとめてくださってるやつを私見つけてしまいまして、そう、あのその方のやつをね、そうですね、あのスクショさせてもらったんですけど、そう、なので書く、そうだね、今のところもし時間があったらちょっと先に何個か書いてるかもしれないけどね。イベントが終了したら消えるなんて知らんかった。私誕生日のやつもまだ終わってみんなに見せれてなくて、もう明日のお礼配信終わった後にまたそっちもめちゃくちゃ頑張って書くので、ごめんね。ほんとリアルタイム、え、19時59分30秒までランキングダウンロードして、え、わかんない、私どうだろう、リアルタイム更新のやつ、嘘、見える？今日のメイクとお洋服は、え、めっちゃ嬉しい。最近はまたピンクメイクに直した。あ、そう、今回はリアルタイム更新じゃないから見れないよね。誕生日の全部書くよ。そうなんだ、だから超10代の時は見えたんだ。そうかそうか、なるほど。うーん、なんで消えたんだももがスクショしてるやつ合ってるかな、ちょっと見とこ。スクショあげとく。うん、助かる、ありがとう。でももしかして私もその方かもしれない。誕生日のゆっくりで大丈夫だ、ありがとう、急ぐね、なるべく。あ、そう、なんかそのみんなが言ってる方の見た かも覚えてない、覚えてないけどかも、多分うん、私はもーちゃん多めで遊びに行きます、待ってますねかも、うん、多分その方見たと思う多分
そうランキング消えてるらしいよ、イベントが終わった途端に。今日はね、夜中にもーちゃん絡めるから。お、なるほど。お洋服どうなの？今日のワンピース。ワンピース。かわいいでしょ。今日もかわいい、ありがとう。え、初見もちゃんだったの？嘘、嬉しい。私なんか見たいなって思ったの、全然見れたことないからさ。2023年のもちゃんの世界時間やったモノトーン、そうそうそう、のワンピースですね。これにアウター着て今日はいました。かわいい、ありがとう。肩から、え、 T シャツじゃない、ない、今日はちゃんとしたかわいいお洋服よ。コート、え、なんかコートってよりはアウター、モコモコのやつ。家族でバドミントン、うん、したんやん。でもね、外でやったんよ、体育館みたいなとこ空いてなくて。そう、なんか年末空いてなくて、そうそうそう、だから外でやったんやけど、めっちゃ風強くてね、なんかちょっとね微妙だった、あの難しかった。あの日から全感謝枠、そうですね、感謝枠全日程目指して。テロップのお礼配信イベントの、あ、そうそうそう、またツイッターでもつぶやくね。メールのコーデのお話会もツイッターする。なんかね、そう、今ね途中まで決めたから、なるべく早くか全部考えて、あの画像にやって載せるつもりです。でもあの皆さん、メールの方々にはちょっとでも早く送ろうと思って今途中まで送りました。明日の朝とか載せようかな、あのお礼配信しますって。今日載せようかな新人 OL 気になる？まあもう OL になれる年ですからね。先ほどのプレイおもろい持ち合いなしお洋服くる、ありがとう。そう、でも全部頑張るので全部おすすめです。女の子冬コーデ、え、可愛いよね冬コーデ。全部手役以内に入ったの楽しい。お、待ってます。なるべく撮りました、ありがとう。全日程みんなとツーショット撮れる、前回ね2つくらい撮れなかったんかな、それが。なので全日程パシャパシャできるように頑張ります。今日も可愛いまつげいけるよ。全然よ、自分はにゅん、ちょっと下がってきてるよめっちゃね、あの松葉とかしてないから時間経つとちょっと下がってきちゃう。あ、少しだけ日にちと時間間違ってて、嘘、ごめん、また確認しとくね。なるほどなるほど、もうかツイッター出すときはちょっと、もうちょっとちゃんと見とくね。ごめんね、急いで書いたから、ありがとう。もーちゃん買っておかないと、おしましありがとう。そうですね、前回ね、おしましたくさんみんな来てくれてたので、空いてる日ありがたかったですね。え、そう、似て多いよね、びっくりした、自分も似て多いと。4月がねめっちゃ楽しくあるんですよ。え、浴衣の日なかった？じゃあ私が個人で浴衣の日作ろう
それ見せて嬉しくて、ありがとう。まだ1枚しか買えないよね。大阪のリアルが来た。なるほど。押しましてるとこも主に使えなかった思い出皆さんまあ今回も私が押しまし、みんなが来てくれてってなるか分かりませんがぜひぜひ。そう、しわしの前、そうですね、しわしはできない前提で買いましょう。ありがとう。前回 PR があったもんね。でもほんと今回さ、 PR 舞台もみんなが協力してくれて、お話し会も協力してくれて9枚目入れたのは本当に事実、事実、事実って変だね。それ本当に両方ね、絶対入ってるんですよ。だから本当合わせての分なので、それはちゃんと確認してね、PR 舞台の方の投票数も選抜に関係してるってことだから、本当に今回入れたのはね、2つとも応援してくれたおかげです。9枚目ね。大阪以外のリアル私服、なんかリアルって私服のイメージないよね全然。なんか衣装系いつも。でももう結構リアルやってきたからあれなんかな、何かの役に。いや、めちゃくちゃ立ってますよ本当に。今回は今年 PR があるかは分かんないけど、でも今回お話し会のあれも PR と重なってないし、まだ分かんないんですけど、自分も全く。あ、そう、カーブコラボの着てた着てた。頑張ろう頑張ろう。桃が好き桃が好き。投票番号つなちょっと今回似た声をみんなで楽しみながら生まれて、そうね、多いね。9枚目が PR の活動期間、そうだね。だからそんなすぐはないよね多分。まああるとしても10枚目なのかな。いや、わかんない。ほんまに第2弾もあると思ってなかったからね自分。第2弾って今回のやつね。今回9枚目でみんなが活動するやつの分の PR 舞台もないって思ってたから、なんか3回目があるのかわかんないけど、きっと9枚目の間は大丈夫なはず大丈夫なはず9枚目の衣装とか着そうな気もする。いや、どうだろうね。てか本当にね、9枚目の衣装まだ全然知らなくて、曲も知らなくて、まだみんなと同じ状態なんですよ。だから楽しみ。今第1弾はコロナでね、イベントとかもなかったもんね。衣装がいいね。衣装もいいよね。どんな曲かな。全然わかんない。でもなんかね、花だれの時は曲調的にやっぱり結構メッセージ性の強い曲だったから、なんかツインテールとかハーフツインはダメっていうことになっとったんよ、曲にそのちょっと合わないというか。そう、あ、そう、まだ何も知らないよ。もう
だからみんなだって知ってたらさ、ももさ口滑りそうやから言えんもん、こんな話。そうで、でも今回はまだわかんないから、わかんないけど、ももはストレートなハーフツインをしたいんですよなんか MV とかで今回、けど今回の曲はまだわかんないので何とも言えません。初見、そうなんですよ、やっぱ曲調に合った髪とかした方がやっぱいいから。まだわかんないんですけど、あ、そうです、眉毛さんみたい、こないだ昨日とかでやってたんですけど、ユニット口滑らなかった、実は口が硬いです。え、いやでもね、たまにね、なんかね口滑らしてしまうことがあるんですよ、自分って。だからね、もし知ってたらそんなに言えない、こんな話はできない、まだ知らないから言えるよ。たくさんテレビで露出でね、またまだわかんないです。ついうっかり、そうです、なんかもうちょっとちっちゃいことをついうっかりっていうのはまだしも、あの9枚目のことを口滑らしてしまったら本当にね、あのおこおこされてしまうので、さすがに言えないので、まだ知らない時だから今は全然言えますね、口滑んないので、ない、知らないから、だから今は言える。切ない系か、あー確か冬だもんね、やっぱどうなんだろう、自分もでもどうなんだろう、全然予想がつかんのよね、一番今までの中で。おこおこされ、え、わかんないけど、おこおこされないの、絶対されるよ清楚なイメージ、そうだよね、まだわかんないのでお楽しみだね。あ、ていうかショールームの周り、いつの間にかいつの間にか、絶対昨日もなってたよねいつの間にか、なんかお正月3月だから春、あ、そっか3月だったか、春曲か。新曲ってどんな感じで知らされる、ですね、花だれはあの演技のドラマ MV だったじゃないですか、ミュージックビデオが、それはなんかあの演技をしながら、あの砂浜でね合唱部で歌うシーンと、カメラ、写真部のみんながねその姿を写真撮ってくれるシーンがあるんですけど、そのシーンを撮る前に聞いたんですよ、初めて。そうだから、そこで初めて聞いて、そうですね、だからほんと MV 撮ってる時に聞くことが多い、直前ですね、その MV 撮る直前に聞くことが多いので、え、8枚目、でも自分もそんな何回も、あ、その2期生でそんな何回もまだ MV を撮ったことあるわけではないから、いろんなパターンがあったのかもしれないけど、今までに先輩方に聞いてみないと分かんないこともあると思うけど、そうそうそう、え、8枚目どうだったかな、8枚目、いや8枚目は MV 撮る前に振り入れをしたんですね。そう、9枚目は振り入れがなかったんだ、その後だったんだからあれだけど、8枚目はそう振り入れした時に聞きましたね。その MV 撮影で振りを踊る部分があるかないかで多分
聞くタイミングが違うかもしれませんね。8枚目って花だ、そう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 、その時その時ってことは確かにあるかもしれないですね。ヘタレの時は多分その振り入れの時確か MV 撮影時と後で歌詞が変わってリップシーン使われなかった、えそうだったっけ、名前9枚目ちょ8枚目かな、選抜メンバーはあれよ、本当にあのクリスマスのコンサートで言われたよ、もうそれまで全く言われてない、だから私たち事前に知ってるとかではないんですよ本当に。花だれもそうね、花だれも花だれもあの場で知ったし、ヘタレはヘタレはなんかオンラインの会議みたいなあのズームで知った気がする、え発表されることも知らない、知らない、いつも知らない、だから発表いつもさなんかあのせーのって言うじゃないですか、なんかあのありがとうございましたあの瞬間が怖いですよねあれ発表あるのかないのかすら分かんない状態なので、そうと私はなんかあれも怖い、毎回誰かが卒業発表しないかっていうのを恐れながらあの瞬間を過ごしてる、そう離れたくないじゃんメンバーと、でも怖い怖いんですよ、わかる？ね、ドライブのたびにね重大発表、そうそんなに心配してるの、そうね、えでもなんか多分なんだけど、その2期生も何人か卒業してると思うけど、なんかねあの公演の時にお知らせがありますっていうのはまだ聞いたことない気がするんだよね、自分がその実際そこでいる時に、そうおーちゃんの先輩さんちょっと待った、びっくりしたな皆さんが写真集の発表、あそうだよね、マジツイッターのお知らせがありますもすごいあの怖いんですけど、なんかあの場に一緒にいるっていうのも怖いなって、なんかまさかっていうあの瞬間はみんなもそうだけど怖いよね、セーターのスピーチも緊張して、あそうなんだ、心臓に下り、あ違う違う違う、過去にあった、なるほどなるほど、そうだね、セーターの日はね、
生誕祭でね発表するメンバーも、え、そうだよね。じゃあ幕は一番しっくりした。ほんまにごめんあれはごめんあれはごめん。9枚目はどんな感じになるか楽しみね。楽しみ。自分のファンの前で伝えたかった。いやでもなんかそっちの気持ちもめっちゃわかるし、逆に伝えられないって気持ちもわかるかもしれない。なんか両方あるよね。なんかそう考えた、メンバーの気持ちを考えたら生誕の日に言うのも申し訳ない気持ちもあるけど、ちゃんとみんなの顔を見て言いたいっていう両方の気持ちもねわかるよ。なんかセタイプでさ、そうだよね。こんばんは。こんばんは。生誕で発表みたいな。桃が好き、桃が好き。突然はきついよね、多分。メールもパマかけてやった。まあぶどう飴飾ればやらなきゃ。僕も生誕ではあるんだまあそれぞれの意見だよね多分。でも自分も生誕祭では言わないかも。自分はね、自分の場合は でもなんかその顔を見て言いたいっていう気持ちもすごいわかるよ。どれもどれでも正解だと思う。家族といろいろおいしいもん食べ食べた食べたこんばんは。もうちょっと人生人生ゲーム。パパセンが発表、何の発表すんの、パパセンとパパセン何の発表すんの。パパセンが発表、あ、ももかの部分ってこと。山の写真撮った。私意外と早く撮ったんですよ。何番目か知らんけどまだわかんないんですけど撮りました。
しみ、楽しみに。パパッセにご挨拶した、ご挨拶、ご挨拶した。星になってる続きなんだろう。明けおめことやろ、ことやろ。あ、そうだ、みんな結構多分今みんな見てくれてると思うので、私はアルバムのお礼をしに今日はここに置いており、おります。ご挨拶したかったが。よくわかったねと思った、したって言ってた。じゃんじゃじゃーん、誕生日のアルバム届きました。いくよーん。せー、あ、ずれる、せーの、じゃーん。今回はタンポポ衣装、嬉しい。もうね、全部もちろん飾ってるんですけど、いつも衣装でね、めっちゃ可愛い、めっちゃ上手よね。なんかもう細かいとこもすごい、絶対難しそう、自分は作れん、こんなん。え、しかも見て、なんかここさ、刺繍で縫ってくれてる、誰こんな刺繍上手い人。自分こんな上手くないんだけど、すごいね、 STU とか絶対難しいのにさ、ここを刺繍で縫っている。これはなんだろう、なん、手縫い、それともミシン、ミシンじゃできんよね多分、手縫いしてるよね細かく、すごーいね、刺繍すごい、よいしょ、ハイリンド、私すごいこの衣装好きなのでめっちゃ嬉しい。立って立って、ありがとう、ほんまにめっちゃね、中身見たんですよ。多分これ見せない方がいいかな、多分みんなにも中身は。でもめっちゃ嬉しい、あー、そう、めっちゃね、私ありがとう、めっちゃね、なんか中のあの、なんかなんて言うんだろう、メッセージカードかのもね、ももがランウェイしてる姿とこのタンポポ衣装着てる姿のやつ、めっちゃ可愛い。これちゃんとね、もうめっちゃ見たんですけど、そうで、そう、メンバーも書いてくれてて、もうね、アイコジと、アイコジとアンピがメンバーで書いてくれて、そう、嬉しかったです。私もね、メンバー、いろいろなメンバーの書きたいんですけど、街にあんまり行かなくて、このメッセージカードが置いてある場所になかなか行かないっていうのもあるんですけど、行ったら必ずメンバーには結構書いてますね。でもそう、なかなか行かないっていうのもあるんですけどね。何色で書いたっけって書いてたでしょ、待って待って待って、ピンクで書いてましたよ、今ここに見つけた。これはね、みんなの字の特徴が見えるんですよ。あ、あとこれもここに挟んで、勲章もね、いただいたやつもここに折れないように挟んでた。見て、須田ちゃんの勲章ももらった。ツイッターに載せたんですけど、嬉しい、本当に楽しかったな、ラジオ。そう、また呼んでほしい。書くためにタワレコ言ってくれたの嬉しい。てかみんなの字がごじりました、嘘。え、見つけていい？見つけていいとか言って、え、字めっちゃみんなのさ、なんかさ、
みんなのさ字の特徴を感じられるよね。え、何ページになるんだろう。あ、ごじってる。ごじってるね。見つけたよ、ちゃんと。いるよ、たまにごじってる人。ぐちぐちぐちゃってしてる。あるあるだね。そうだ、だってさ、多分そうだよね。でもさ、このメッセージカードをさ、何個もさ、使わないようにってしたんでしょ、絶対。だって。もう仕方ないよ。みんなの字の字のね。しかもな、あ、やばい、ちょっと見えちゃう。こうし、あー、どうしたらいいの、こうし、あー、見えちゃう、見えちゃう、見えちゃう。見えちゃう、見えちゃう、見えちゃう。ちょっと上にしよう。みんな長文、いや、それぞれだよ。全部嬉しいよ、自分。これもね、めっちゃ可愛い。2枚使おう。いや、全然全然いいよ、いいよ。そのこれめっちゃ可愛いんじゃけど、可愛い。なんかちゃんと私のやってる髪型だもん。そういえばこの髪やったわみたいな。タイミング的に忙しくて。え、全然大丈夫よ、気にせんでね。で、ハーフツインのママがいる。あと、ここの細かい三つ編みもあるし、耳かきしてるし、三つ編みもいる、ツインテールもいるし、片耳の編みと。よく見てるわ。私の髪よく見てる、みんな。すごーい、かわちい。これもね、大切に飾ってます。かわちいね。ここにね、なんかこれはなんていうの、ポストカードとかもあって可愛い、めっちゃ。かわちい。表もそうだ、可愛い。そのみんなの字を見れる、みんなの字を見れるよ。あ、しかもなんか一つなんかって思うものがあったんですよ。なんかハトコよりって書いてて。あ、みえちゃん、みえちゃん、ハトコよりって書いてて、そうなんですよ。私のハトコらしいんですけど、なんかでもハトコって結構何人か いらっしゃるですね。ハトコいるの、ハトコいます、います。私でもちゃんと知ってるハトコは一人です。でもなんか中学校の時に一緒だったんですけど、そのハトコと。でもなんかクラスも全然違うし、結構イメージ的におとなしい感じのイメージの子だったから、なんか話しかけるのも、話しかける方がいいかなって思うのも、私自分もね、小学校と中学校が離れたところだった、離れたところに変わったので、慣れてなくて人にあんま話しかけたりもしてなかったから、関わりがなかったんですよ。その子と思って。でもなんか、そんと、ん、いや、んってなって。でも実はそう、お父さんの方にもハトコがいて、多分会ったことないんですけど、だからそう、知らぬ間に何人かいるんですけど、誰だろう。っていう。親がいとこ同士。あ、そうですそうです。ニックネームハト、いや、なんかももちゃんのハトコよりって書いてたので、ももちゃんのハトコ、多分、まあその書いた方が、もう万が一嘘で書いてるわけじゃなかったら、うん、そうですね。
どこってなんだって、私もよくわかんなくなる。ワノジャー汚い。そんなことなかったよ。はとこって結構なんかね、あのね、難しいはとこってあれみたいな。だって会うほどじゃないじゃん、知らんもんだって自分も。そのたまたま学校が一緒で一人知ってるけど、その以外のはとこの子って知らない。自分がどんな字書いたか不安。嘘、そんなさっき見えた気がする。読めてるかは心配です。嘘、読めるよ絶対、読めたよ絶対。私ちょっと待ってよ、どこにあるの。結構本当にありがたいことにみんな書いてくれてるのでね、ちょっと探すのに一苦労なんですが、マイモちゃんはとこ、私のはとこかな。全然汚くないと思うけど、みんな全部読めたよ私的に。待ってね、はとこの子ってなんか確かに可愛いかも。全然字汚くないよみんな全然字汚くなかった。英語で書く、読めない2023年のしか綺麗に気持ちなのに全然そんなことなかった。みんな全然読めるよ。てかなんなら私なんて字汚いから何とも言えないからね、万が一大丈夫だと全然。全部読んだんよ、その今日っていうか、そのもらった時も読んだし今も読んでたんですけど、読めない人いなかった。読めないからなんかちゃんと読めたよ。大切、あ、そういうのもねしてもらえるよね。編集時でもあのこれを書くために習ってくれるの逆にうん、自然体で交換ありがとう、自然ですよいつでも公式でのセーターメッセージ、公式でのセーターメッセージってなんだ。公式でのおもちゃのアルバム飲みたく、いやあんまり見えない方がいいかなと思ってあ、書き初めの前に進む、きれい。嘘、なんか前は綺麗だったんだけど、そっから汚くなってたね。アラビア語を勉強してアラビア文字で見せる絶対分からん、英語より分からん。公式サイトで申し込めるメッセージ、そんなのが。へえ、聞いてみる、それ聞いてみる、聞いてみる。聞いてみる。マイケルさんが白を引き、いや、あのね、あの書き初めの見てないってメモイン、あれを自分で見れるの、ポチッと押したら誰でも見れるようになってるのかな。
あのそう、あの書き初めの絵は私が中学校の頃に作ってたキャラクターの顔の絵なんですよ。なんか一般の人は、あ、そうなの、じゃあ届いてない、届いてないから聞いとく。え、届いてない、聞いとく、絶対聞いとくね。あれ、どこにあるんですかって。そう、届いてなかった。なんて言ってる、忘れちゃった。なんかね、桃じゃなかったの、あの時はなんかクマみたいな感じで、あの中にあの顔を描いてキャラクターを作ってて、で中学校の時になんかあの友達にめっちゃなんかこのキャラクターを描いて、なんかあの嫌がられてたんですね、なんか可愛くないって言われて。だから中学校の時のキャラクターの顔です、あれは私の。まあでもなんかうちんくのお姉ちゃんがああいう絵を描くので、それもあるかも、ずっとなんかああいう絵が頭の中に染み込まれているというか。でも、可愛くないとか言わんで。可愛いやろあれは。愛ちゃんの絵ってそうですね、あるね。でもずっと前からなんか李先生の絵があんな感じなんですよね。そう、でもなんかこの間なんかでどうなるか分かんないけど、どうなるか分かんないんですけど、なんかこの間書き物をした時に、なんかね、なんか自分のグッズ作りたい人は書いてくださいみたいな。あったんですよ。でそこに私あの絵の桃も書いて、可愛い桃も書いて、なんか書いてて、それがどうなるか分かんない。万が一グッズ化されたらみんなあの可愛い絵持ってね。あの可愛い桃の絵、あの同じ桃描いてるから、書き初めの桃と。え、こないだ描いたばっかだからそんなまだボツになってるわけじゃないと思うんだけど、あれ、ボツにされちゃう。いや、こないだ描いたばっかり、あの書き初めの絵を。おお、なんか可愛いでしょ。可愛い絵もあるし、あの書き初めの方のものもある。え、わかんない、どうなるんだろうって感じだけど、一応描いてみました。そう、私マイキューさんのあのパーカー欲しいの、めっちゃ、めっちゃ欲しい、ほんまに欲しいの。めっちゃ可愛い、バッグにつけるか。めっちゃ可愛くて、あのパーカーめっちゃ欲しくて、めっちゃ欲しいんですよね。そう、めっちゃ可愛い。お、注文しようと思ってるの？買おうかな。可愛いよね、めっちゃ。もう、ドタイプの可愛さだ。え、でもメンバーのみんな、なんかこの間あった何着か置いてて、
それを実際見たんですよ。でなんかメンバーのみんなでめっちゃ可愛いって言ってて、みんな欲しいって言ってた。本当に可愛い。もらえて、いやどうだろう、なんか予約言ったらもう買えないのかな、どうなんだろう。それともなんかいろいろあったよね、なんかパーカーだけじゃなくていろいろ。等身大抱きつき枕を発売。メンバーの等身大抱きつき枕人気そうだよね。キーホルダー、え、あ、そうなんだ、いいね、キーホルダーとかもつけやすいよね。ね、うんうんうん、だね。キャラの名前が聞いてる。どのキャラだ。今何時？もちゃんの年賀状誰の、え、確かにもちゃんの年賀状誰の元に。誰の元に届いてるんだろう。35分。じゃあもうちょっとで読もうかな。見つかる、うん、見つかんない、多分載せられてはない。お前の家に届いてない？うちにも届いてない。あら、あれ？どこに行ったんだ。もしかしたらひっそり持ってくれてるかもね、誰かが。またなんかもっと年賀状の各イベントみたいなあったり、お仕事中こそ出してないから届く。明日は2時間半配信よろしくね。夏頃つくの年賀状イベントいいよね。うちのなんかお姉ちゃんのやつ見てた、あるっぽくていいなと思った。じゃあそろそろやめますかね。明日は19時半からお礼配信します。それでは読むよ。10歳のエイトさんありがとう、12のタライモさんありがとう、11のフエさんありがとう、ミリマグ10位の10位の
門松さんありがとう、9位のふみあとまくふふさんありがとう、8位のハルアットマークマリーナズさんありがとう、7位のマピアノッピさんありがとう、話が待ち遠しいよ、待ってます。6位の今年も個性の終わりです、ほどほどにす、ほど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 もなくしてくださいね、頑張ってくださいこの1年5位のゼータンさんありがとう、もうが元気でよかった、負けましてありがとう、4位のミンさんありがとう、元旦のパフォーマンスすごくよかったよ、嬉しいありがとう、3位のケスティンさんありがとう、直接カート申し込んでお待ってるね、2位のドラゴンさんありがとう、元旦からおーちゃんに会えて嬉しかった、大好きありがとう、1位のももかが僕の名もいつも楽しい配信をありがとう、ことよろありがとう、ことよろ、ことよろありがとうございました。昨日はねちょっと申し訳なかったんですが、今日は笑顔でできてよかったし、明日もあのお礼配信たくさん笑顔で楽し自分も楽しみながらねやるのでよろしくね、またね、また明日。